星草族は単子用植物つないネメ星草科に分類される植物群である。熱帯及び亜熱帯を中心に世界五大陸に分布域を持ち、現在までに約400種が報告されている。星草族の多くは水田や湿地帯、地表や河川などの温暖で湿潤な地域に自生している。茎が立ち上がるものもあるが、ほとんどはごく短く線形の葉を ロゼット状に広げる。花器には多数の花系を出す。花形は分子せず、先端に単独の花樹をつける。花は密集して登場。個々の花は外見では区別し難い。花女の外側には双方辺がある。短くて花樹から出ないものもあるが、一部の種では長く突き出し、そのような姿の種は犬の髭の名で呼ばれている。星草は 日本に自生する白玉星草のような種の多角形の果女が星のように見える様子から付けられた。また星草が群生して開花する光景が星空のように見えるのが由来とも言われる。コンペイトウソウ、ミズタマソウなど複数の別名がある。日本には星草属の植物が約40種あると言われており、非常に分類が進んでいる。固有和種なども多く記載され、 地域の環境に特化した種の報告も多い。ただし、ほとんどが外形ではよく似ており、外見での童定は難しい。正しい童定には過剰を解剖して、顕微鏡で観察する必要がある。日本の星草族の多くは湿地帯に自生しており、水田にもよく出現した水田雑草でもある。そのため農薬の散布により広大な生育環境が失われた。 群生する姿が美しいことからメディアでたびたび取り上げられる白玉星草は環境省のレッドデータブックで絶滅危惧二類に指定されている。それらの固有アシュや個体群などは環境の変化に非常に脆弱であり、現在までに高野星草の絶滅が報告されている。ヒューガ星草は約50年前に絶滅したと考えられていたが、 近年宮崎県の出現での時勢が確認され、2017年に公表された環境省のレッドリストでは絶滅危惧ア類と評価された。また、固有和種だけでなく、日本国内広域に分布する種の多くでも絶滅が危惧されており、危機的状況にある。山野草園芸にて観賞用に栽培されることがある。日本産の種が主に使われている。アクアリウムにて、 日本産を含む世界各地の星草属が干渉用に栽培されることがある。星草属以外の南米産の星草科とニナ属も星草の商品名で販売されている。背丈の低い前傾水槽として水中に植えられるためアクアリウムの栽培下で開花することはほとんどない。栽培が簡単な種もあるが難しい種も少なくない。日本の多くの地域の水道水は 栽培に適していないという種もある。水中養を萎縮させずきれいに成長させるには、水中に二酸化炭素を添加する栽培方法が有効である。腰がや干し草野生絶滅。ありがとうございます。